At Innovation Japan 2010, Future University Hakodate presented SyncFeel, a remote communication tool that doesn't use language. SyncFeel is a new kind of communication tool using a circular board that moves freely. The board contains an acceleration sensor and full-color LEDs. The color changes depending on how the board is tilted and oriented. これは遠隔地非言語コミュニケーションツールなんですね。でこのシステムは ZigBee っていう通信デバイスがあって、でそこに片目情報の信号を送ります。でそれを相手の ZigBee に送信します。でその ZigBee からその周辺にあるフルカラー LED を制御して色を発光するようになっています。 In SyncFeel, the LEDs on the inside and outside light up in different colors.Those on the inside show feedback from the user's movements, while those on the outside show colors from the other person. これに乗って相手と色合わせをするっていう遊び。で、もう一つはこれをインターフェースとして画像を制御するとか、そういったことも想定していますし、でこのシステムをそのまま小型化することで、例えば小さいインターフェースで周りの照明環境を制御する、あるいは家電を制御する、そういった応用を考えています。このシステムを小型化したものがこれなんですが、これを傾けることで周りの照明を制御したりすることができます。でこれはですね、この卵同士、あるいはこの卵と照明、あるいは卵とシンクフィールって、いろんな組み合わせで色を制御することができます。我々の研究室ではその身体性っていうことを非常にこだわっていて、でマルチモーダルインターフェースですね、だからいろんなモードを使って情報をキャッチする。でそれが自然界では当たり前なわけですね。だけど今こうデジタル化されたこう情報社会では非常にこう偏った断片的な情報を受け取っているわけなんですね。でそれは多分現代人にとって非常にストレスがあるんじゃないかというふうに考えているんですね。だからいろんな自然界の中のような、複数のモードによる情報のやり取りを目指しています。DIGINFO NEWS